膝やももが高く上がらない、これを修正する方法。どうもこんにちは、川瀬です。陸上競技のトップ選手を見てみると、皆さんね、こうももが高く上がってですね、とてもねかっこいい走り方をしますよね。これに憧れてですね、皆さん始めるかなと思うんですけども、その中でなぜか自分はももや膝が高く上がらない、すごい低いところを足が通っているように見える、こう思われることあるんじゃないでしょうか。これね、僕も今でもね、ちょっと悪い時は自分の一番いいフォームと比べてですね、このももの上がりが悪かったりもします。まだね、陸上経験が浅い方や、もしくは子供たちですね、僕の息子もそうですけども、なんかね膝がね高く上がらないんですよね。それから経験がある方でも、足の軌道が低いところを通る、そういったね癖がついてしまっている方もいますよね。この膝やももが上がらないフォームって本当に悪いことなのかどうか、その原因は何か、どうしたらトップ選手のようにですね、ももが高く上がったかっこいいフォームで走れるか、そのね具体的なトレーニング方法を解説していきますのでね、この悩みある方はですね、ぜひ最後までご覧ください。僕のチャンネル内では、速く走るためのトレーニングの方法や理論、考え方などをねたっぷりと紹介していますので、他の動画もぜひチェックしてみてください。では早速やっていきましょう。はい、それではですね、このももが上がらないっていうのはどういう現象かなっていうのをね考えてみますね。まず通常のねスプリントフォームだと、まあこういう形でももが上がってですね、体が前に進んで足がつくと、次の足がねこうやって上がってきて、前に膝がリードされて、まあこのね繰り返しでね、スプリント短距離走って走っていくと思うんですけども、ももや膝が上がらないってどういうことかっていうと、この足の軌道が低いところを通っているってことですよね。通常のスプリント動作が、まあこういう形でちょっと前に進んでないでうまくできないですけど、こういう楕円を描くとしたら、ももが上がらないってことは、こういうね小さな楕円、足が低いところを通っているのがわかるかなと思います。まあこれって確かに不格好ですよね。世界大会を見てもこんなね小さな軌道でね足を動かしている選手はいないかなと思うので、確かにももは高く上がっていた方がいいような気がしますよね。はい、ちょっとね場所は変わりましたけども、この足の軌道が低いよ、膝やももが高く上がらないよというのね、原因をですね4つ考えてみました。なので皆さんのね課題がどれに当てはまるかとね、ちょっと考えていただいてですね、その解決方法もね合わせて紹介していきますので、ドリルをね繰り返しやってもらえればなと思います。まず考えられる原因1つ目はですね、体の後ろで足を蹴ってしまっているということですね。これはどういうことかというと、こう走っているとですね、地面に足がついて、その上を自分が通過していきますよね。ある程度のところまで行ったら、地面を離してまた膝を前の方向にキュッと折りたたんでくる必要があります。この折りたたむのをですね遅れてしまってですね、地面につきます、自分が前に進みます、地面をまだキックしています、最後に膝や足首も使ってですね地面をキックしてしまっているという状態ですね。まあこれですね、結局この接地の瞬間のスキルが甘くてですね、結果的に足の先、膝や足首をね使ってね、うまく体を進ませなきゃいけないよという状況が生まれてしまっているということですね。でこれの解決方法についてはですね、前回ですねこちらの足の流れ対策というので、ね、動画を上げさせてもらいました。これをですね皆さんこの後チェックしてもらってですね、このキックの粘りすぎ、ずっと長い時間キックしてしまっているよって方はこの動画を見てですね、ドリルを繰り返しやってもらえればなと思います。ちょっとこの動画内ではね時間がかかってしまうので、ここはね割愛させてもらいます。はい、次2つ目の理由ですけども、加速をしようとしすぎるということ。加速段階、つまりスタートダッシュですよね。スタートダッシュは前傾がかかった状態で足を前後に動かしていくと思います。でこの前傾がかかっている状態で、仮にねももを高く上げようというのはね、このスペースがないので難しいんですね。なのでももの足の動きとしては、こういう回る動きではなくて直線的なピストン運動をしてくるかなと思います。でこの前傾姿勢というのは、およそですね自分の歩数でいうと10歩から20歩ぐらいの間にはもう前傾姿勢から起き上がってきてですね、次の中間疾走というのにつなげていくかなと思うんですけども、とにかく加速をまだまだしたいと。スタブロから蹴って次のね二次加速段階に入っているのに、まだまだ前傾をかけて加速をしていきたいという人、そういう方がねよく見られるのが、この加速のしすぎというエラーですね。結果ですね、スピードはそこまでに上がらずにですね、早めに減速局面を迎えてしまうと、そういったことも考えられます。こちらの解決方法は、前回紹介したこの前傾姿勢の動画、ここでは正しい前傾姿勢のかけ方、トレーニングの方法、どれぐらいの距離前傾をかければいいかなどね詳しく紹介しているので、これもねまたこの動画終わった後にチェックをしてみて、この課題をお持ちの方はこれをやってみてください。はい、3つ目の原因ですけども、遠くにつこうとしすぎるということですね。ストライド、とにかく一歩で遠くに行きたいから、ここでですねまだ自分の体が進みきっていない状態で、膝の下はパカーンと開いて、できるだけ遠くにつこうとすると、これもよく見られるエラーですよね。これ結果的にですね、十分なピックアップ動作、かかとがお尻の下に引きつけられてくる動作、これが行われずに低いところを通って足が前に振り出していると、
こういう状況になります。なので見た目上ですね、足が上がって見えないよ、膝やももが高く上がって見えないよっていうことになるかなと思います。それではこのね解決方法をね2つだけ紹介させてもらいます。はい、まず1つ目のドリルですね、ニーアップドロップをやってみましょう。これはもも上げの動作からですね、足をポトーンと落としてくるようなドリルなんですけども、このストライドを稼ごうとして遠くについてしまうという現象、何がいけないかというとですね、結局ですね体より遠い位置につきます。そうするとブレーキ動作が大きくなります。そして乗り込みが遅れます。結果ですね、後ろの方向に送られた足が前に持ってくるスピードが遅くなります。これで悪循環ですよね。トップスピードが上がらない悪循環に入るかなと思います。はい、なので狙っていきたいのはですね、自分の体の近くに足を置いていけよ、設置をしていけよというところですね。でこのニーアップドロップはですね、足が上がった状態、もも上げた状態ですね、この状態から自分の股関節をですね優位に動かします。膝が先にポーンと開くのではなくてですね、股関節を動かして自分の真下に落としてくると。厳密には走ってる時にね、真下設置っていうのはできないんですけども、いやいやね、自分の重心の前になるんですけども、まあ、イメージとしてね、ここは真下に落としてるよっていうイメージを持ってやってもらうといいかなと思います。でこの動画のようにですね、片足ずつトライしてみましょう。ポトッとね真下に落とすとですね、反対の足が自然に前にシュッと上がってくるのがわかるかなと思います。なので思いっきり自分の真下に踏みに行くというよりは、今落とすという表現をしてますけどもね、上がった足をポトッと落としていく、そこに重心を進めていけようと、そういったドリルになります。はい、それから2つ目のドリルはミニハードル走ですね。これは直接的にですね、これは走っていてももや膝が高く上がらない人、直接的にね効果のあるトレーニングかなと思います。ミニハードルを等間隔で並べてそこを駆け抜けていくドリルですね、皆さんもねやったことがあるかなと思います。これ何がいいかというとですね、歩幅とあと足の高さが制限されるということですね。自分の普段走っている歩幅よりもですね、やや短く設定してあげましょう。そうすることで先ほどの体に近い位置に足を落としていくよという感覚がつかめやすくなります。またですね、ミニハードルを超えていかなきゃいけないので、設置の瞬間に勝手にですね反対の足が上がるんですね。で上がった足、高いところから落としていくので、地面に加える圧、力もパワーアップします。で例えばですね、ミニハードル5台超えた後にそのままの感覚で20メートルぐらい走ってあげると、ちょっとねこのミニハードル走から実際のスプリント動作につなげていくと、そういったねドリルがおすすめになります。はい、それでは4つ目の原因ですけども、これ一番大事です。それはですね、後方スイングスピードが遅いということですね。この後方スイングスピード何かというのを説明させてもらいます。ここね、ももが上がらないという課題がありますよね。この時に反対の足って何をやってますかね。膝が前に上がってくるよという時、反対の足は地面についている状態かなと思います。で後方スイングというのは地面に足がついて自分の体が送られる、ここですね、これが後方スイングです。なので足が前から後ろの方にスイングされているよ、地面についている間ですね、これが後方スイングというんですけども、この後方スイングスピードを速くすることができれば、自然とですね浮いている方の足、ここが高く引き上がって見えるようになります。でこの後方スイングスピードというのはですね、速ければ速いほど 100m の疾走スピードが速いというデータも出ています。なので全ての短距離走の練習というのは、この地面について自分を体に送るまで、ここのスイングのスピードを上げていくってことになります。なので考えてみると全部そうですよね。実際にこの間紹介してみたいな乗り込みのドリル、それからグリップのドリル、地面を捕まえているっていうドリルですね。で地面に加える圧が高まれば自然と前に進む力も生まれます。よって後方スイングスピードを高めることができるっていうことですね。なので狙いとしては、この後方スイングスピードを高めることによって反対側の上がっているように見せるということですね。このももや膝を上げたいからといってですね、自分から高く上げようとしてもですね、根本的な解決には至りません。注目すべきは地面についている方の足が何をやっているかというところですね。じゃあこのスイングスピードをどうやって上げていくかというとですね、まあすごいねいっぱいドリルあるんですけども、ここでは2つだけ紹介させてもらいます。まず1つ目はですね、このスキップのリズムで足の引き落としのドリルをやってみましょう。これ片足ずつやっていきます。で基本的にスキップのねリズムを取ってもらえばいいんですけども、片足を高く上げます。そこからスキップで足が地面につくリズムに合わせてですね、上がった方の足を思いっきり引き落としていきましょう。でこの引き落とすスピードですね、地面につく瞬間の力が強いとですね、自然に体がポンと前に送られるのがね分かるかなと思います。で皆さんもね調整してもらえば分かるんですけども、この落とすスピードを変えていくとですね、反対の足のですねももや膝の上がり方が変わってきます。このスキップしながら落とす足のスピードを上げると、ももや膝は高く上がります。逆にここをゆっくりすると反対足のももや膝は高く上がりません。これどういうことかというとですね、先ほど言った後方スイングスピードを上げることで反対の足が引き上がってくるよっていうのがね、自然に体感できるっていうことですね。でポイントとしてね、注意しなきゃいけない点があります。後方スイングスピードというと、とにかく地面に足がついてそこでね思いっきり後ろまで押し切るようなイメージをされるかと思うんですけども、
結果的にこれができればいいんですが、実際の動作で押し切る動作まで考えているとですね、足の流れ、後ろの方向に送られた足が前に持ってくるスピードが落ちます。タイミングを見失います。なので地面に力を加えるのは上がった足がつく瞬間だけ、そこだけにフォーカスをしてやってみてください。はい、もう一つのドリルは振り下ろしのドリルですね。これも狙いとしては一緒です。後方スイングスピードを高めることで反対の足を引き上げるというドリルになります。この動画のようにですね、片足を上げます。でその足を落としてくると反対の足が思いっきり前に上がります。でその上がった足をまた下に叩きつけてですね、最初に上げた方の足の高くリードしていくというドリルになります。言葉で説明すると難しいので、まずはね、僕のドリルを見てやってみてください。これも先ほどのスキップでやった振り下ろしの動作ですね。これと同じでですね、地面につく瞬間だけに力をかけるようにしましょう。その先ですね、体を押し切ろうとか地面を蹴ってあげようとか、そういった意識はいりません。後方スイングスピードを決めるのはですね、最初の地面についた瞬間でほぼ決まるので、上がった足を思いっきり引き落としてくると、その瞬間に自分の体に近い位置に落としてあげる。それだけでね、スピードが上がったのを実感できます。結果的に反対の足のももや膝が高く引き上がると、それをね、皆さん感じてみてください。はい、というわけで膝やももが上がらないであろう4つの原因についてお伝えさせてもらいました。で最初に言ったね、足の流れやあと加速のしすぎについてはですね、リンクを貼っておきますので別の動画でね、チェックをしてみてください。でミニハードルやもも上げですね、ニーアップドロップのような直接的にももを上げるようなドリルも紹介させてもらったんですけども、やはり大事になってくるのは最後に紹介した後方のスイングスピード、これをね、引き上げていくということですね。またね、後方スイングスピードについてですね、別の動画で詳しく紹介していきますので、それもね、楽しみに待ってもらえればと思います。それではまた質問やリクエストありましたら気軽にですね、コメント欄書き込んでください。ではまた。